はい、毎度おなじみのトワイライト連邦共和国 Vlog。 今日はですね、宝山寺というところに来ています。スターバックスです。宝山寺と言いますのはお寺ではなくて、寺は道、道路の路ですね。とか宝山通りという意味です。宝の山の道、宝山寺というところに来ています。でここに何があるかというとですね、音響場というのがありまして、音響は、音の音響ですよね、のお城って書いて音響場っていうのがあります。で、まあ、昔はですね、おそらく電気街だったのかもしれませんけども、今はどちらかというと何でも売ってるお店が、ちっちゃなお店が山ほどあるような雰囲気です。日本で言いますと、関西の方は元港って言ったら分かると思うんですが、あの元町、神戸のね、元町高架下、あの元港を3倍ぐらいにしたような感じのお店です。ですからもちろん電気関係のものも売ってますし、生活雑貨ね、も売ってますし、小間物の雑貨屋さん、スマホ屋さん、お茶屋さん、メガネ屋さん、宝石屋さん、まあ何でもあります。それが3倍ぐらいありますね。ぐるぐるこう回っていくと、行って筋を変えて戻って、行って筋を変えて戻ってというふうにしていくと面白いです。あの元子大好きな方はたまんないと思います。なんかね、お茶もね、茶器、素焼きじゃないと思いますけども、こうちっちゃなあの中国茶用の、茶器ですねっていうのも、なんか25元ぐらいで、ほとんど投げ売りをしてました。でそこに行って今日いろいろ買ってきました。何を買ってきたかっていうとですね、電球、 LED 電球を買ってきました。で実は今ダイソーでも100円じゃないと思います、200円で LED 電球って売ってるんですよ。売ってるんですけど、口金のですね、普通の白熱電球を入れる大きなタイプしかなくてですね、うちはほとんどそれなんですけど、唯一玄関の、電球だけがこの口金のちっちゃなやつなんですよ。でこれはダイソーね、売っておりませんで、 LED 電球でこう歩いてましたら、電球屋さん、本当に電球しか売ってないんですよ。電球屋さんがありまして、でこう手に取ってで見てましたら、お姉さんがそれはイエローだって言って、あ、イエローはちょっとあれなんで白を見せておくれって言って、白を見せてもらって買ってきましたですね。でちゃんとつくかどうかチェックしてくれて、これがですね、8元、たったの8元でした。8元って何ぼなんですかね。150円ぐらいですか。安いですよね。それから証拠にもなく、またUSB コードを買ってきまして、これもまた前回香港で、これのタイプ C のやつを買ったんですが、マイクロ USB もちょっと欲しくなったので、マイクロ USB タイプも買いました。まあ、大電流流せるやつ。ですね、これが15元でしたので、まあ300円しないぐらいです。これ長いので便利ですね。それからまたまた証拠りもなくですね、これ前回香港で1個100円ぐらいで買ったUSB 扇風機です。これよく壊れます。中のモーターがいかれて壊れます。でそんなことはもう分かってる話なので、香港で買った時1個100円ぐらいだったんで、別に壊れていいんですけど、値段聞くと1個5元って言ったので2つ買いました。2個で10元です。2個で170円ぐらいですから、まあね、1個80円90円ぐらいでしょ。ちょっと香港でちょっと安いもんね。まあいいかということで、こういうつまんない買い物をねします。で全部アリペイとかウィチャットペイで払えますので、現金をこう店頭でお財布の中に入れて小銭を探す必要はありません。スマホ見せればそれで完了します。
でこれから空港に行くんですけど、で今日空港泊まるんですけど、空港にはですね、郵政貯蓄銀行の ATM も支店もないんですよ。なのでお金を下ろすのは、まあ、他の銀行の ATM を使うからいいとしても入れられないんですね。ですからちょっと市内で少しお金を入れておこうと思って、まあ、余ったら余ったでほったらかしとけばまたいつか来るでしょうし、利息も日本の300倍、利率が300倍かな、 0.3% ですかね、ありますので、まあ行かなかったら行かなかったでね、日本のセブンイレブンで全部下ろしてしまえばそれまでですから、別にいいかなということで、お金を少しといってもね、1万円ちょっとですけどね、日本円で1000元とか1000元入金してきました、 ATM でね。ということで、まだね今ちょうどお昼ぐらいなので、どっかでお昼ご飯を食べて空港に向かおうと思います。明日の早朝が最後なので明日は動画撮れないと思うので、多分今日の晩が最後だと思います。今日もご覧いただきましてありがとうございました。